今結構大きい道路を作るのに神社移転させちゃったとか、割と普通に怒ってきたでしょ。金儲けのためにそこにおね祀ってるふりをしてるのと違って、本当に祀られてたわけだから、それまでの神様ってちょっと違うのよね。それは怒りますね。そうなの、そうなの。基本ただ見守ってるのが神様のお仕事なんだけども、見守っててほしいけど。見ててもらえる安心感みたいので、昔の人たちはね暮らせたわけだから。願い事叶えてくれたりとかはなかったんですかね。だから平穏無事でいられるのが願い。なるほど。昔の人はだって今より暮らしが苦しいからさ、子供が大きくなってくれるってだけでも神様のおかげと思えたのよ。毎日ご飯食べられるっていうだけでもよかったし。今はね、それが当たり前だから、もうちょっと欲張ったことを言っちゃって、欲張った願いをしてるけど、もともとはね、農業の神様がちゃんと実りをくれればいいやとか、水の神様が漁の時に荒らされなければいいやとか、神様もね、それだけやってればよかったわけじゃん、本来は。それ以上のこと何も求められなかったのに、今はその落馬しないための神様っていうことで言われてたのが、だんだん今度飛行機が落ちない、受験に落ちない、落ちないと落ちないをかけて、もっとやれみたいな感じで、ずうずうしいじゃない ちょっと人間の方が。落ちないで、そうですね。そう、本来は神様の方が一段上にいてっていうのがずっと成り立ってきたわけでしょ、人間社会との間で。で、神様ももう一旦持ち上がっちゃったら、それ以上格を落としたくないじゃない。天皇にいきなり庶民的なことしろとか言っても無理だし、サービス業やれったって無理じゃない。今じゃほとんどサービス業をやれみたいなのと同じじゃない。もっとサービスしろよ、ここまでの願い叶えろよみたいな。そっか。神様、これもお願いしますよ、みそう、たいだってね、そっか、神様ならできるでしょみたいな。だって普通になんかね、ちょっとなんていうの、有力な人と知り合って、例えば自分を売り込みたいとか言ったら、何回か顔合わせをして、今度こういうお話いただきたいみたいなことをちょっと振ったりとか、芸能人とかもそういうものじゃない。いきなり会ったその日に、今度こんな仕事くださいよは言わないでしょ。なんかね、だからちょっとね、出会い頭にお願い事してるのと同じでしょ。確かに。ね、つ涼しいまらないもね。のですがって、5円10円持ってって、私たちだったら菓子折り持ってって、今度こんな仕事させてくださいよみたいな、ずうずうしいお願いしてるのと同じじゃない。まだあなたをよく知らないのにみたいな、神様にしてみれば。やべえ、お参りってそんな感じだ。やばい、そうかもしね、んない。それはちょっと違うじゃない。こういうことを聞いてから神社行ってお願いしなくなったんですそうね、もう10そ年ぐらいう、お前願から。いはだ行くからと「こね、んにちは、いつもありがとうございます」しか言わないようにもしてて、10そ年ぐらい前から。この間は、例えば初詣ね、実家帰った時に行った時にも、1年、また今年もやってきましたっつってね、また来年参りますっていうようなことしか言わない、なんか挨拶するって感じ。だから本当にお願い事をしたいなれば、日頃お世話になっている氏神様に行って、そうだからいきなり初詣にね、有名な寺社に行ってお願い事してくるっていうのは違うだろうっていうことなのね。初詣って確かにそうですよね。本来だったら氏神様のところに行って、氏神様っていうのは近所だから、そこの一帯を見守っている神様。だから通りすがりに、ああこんな人住んでるんだと、神様もちゃんと毎日確認はしてるのね。で、隣近所の人から挨拶されると気持ちいいみたいに、神様も挨拶に来られると気持ちいい。で、覚えててくれ、いつも挨拶してくれて気持ちいい人だって覚えててくれて、で、今度こんなことで困ってるんだって言うと、そうかそうか手伝ってやろうってなる。駅からお家帰るまでに神社が2個くらいあって、それって両方とも挨拶した方がいい感じですか？感じがいいと思う方？
あ、どっちも思わなければごめんなさいでいいんじゃないかな。あ、本当ですか。なんか、うん、あ、ここに神社あるな、あ、ここにも神社あるなって思って、でも特に行く予定もないなって思いながら、なんかね、気になるところはちょっと寄ってみようかなって気になるから、はい、あ、そうなんですね。近所にあってもならなければご縁がないのかも。おー、こっちもね、神様選ぶ権利はこっちにもあるわけだから、はい、うん、向こうも人を選ぶ権利あるし、こっちも神様選ぶ権利あるから、はい、まず足を運んでみて、うん、感じがいいかどうか、はい、なるほど、感じがいいかどうか、そうで、こっちが感じいいと思うときは向こうも大体そう思っててくれて、なんとなくこっちがちょっとここ落ち着かないとか、うん、ちょっと寒いなここって思ったりする場合は相性があんまり良くないから、いくらお願い事が自分に合ってても神社の効き目みたいな、このなんだろう、ご利益か、ご利益ご利益と合ってても自分とは合わないから、そこではお願いしないようにして、自分がいいなって思った感じがしたら、そこで挨拶して、で、あの、実はこういうこと困ってるのでお礼参りを必ずするのでって約束してお願いをいきなりしちゃうっていうのはありなんだけど、まあ、でも行ったら挨拶が一番、うん、なるほど。でもほら、急を急ぐ時ってあるでしょ、いきなり大事な友達とかが急な病気になっちゃって、で、大事な仕事が控えてて治してあげたいとかって、代わりに お参り行ってあげようみたいな時とかは急だから、お礼参りを必ずしますからとか言って約束して、で、必ず後日約束を守れば、そうだから、人と人とのつながりみたいに大事に思えば、ね、そういう話しましたよね。ほら、お願いはするけれども、ね、叶ったらありがとうございますを言う人ためにないじゃないですか、それが大事だみたいな話しましたね。ちゃんとお礼をしないっていうのはさ、神様にお礼をしない人っていうのは人に対しても同じことしてるからね、いつか壊れてっちゃうんだよね。なるほど。やっぱりこう、神様っていう目に見えないものを大事にするっていうのは、人とのつながりとか人との心の触れ合いみたいな、目に見えないのも大事にできる心を持ってるってことと同じだから、勉強になります。そう、お互いいい仕事したねってそれっきりにしちゃうような関係が日常的になってるから、神様にもお礼しなくていいやみたいな、そうすると人付き合いの時にもね、だいたいこう、なんかいいことしてもらったら今度お返ししようっていう気になって、お互いの絆がだんだんこうしっかりしてくるみたいな、付き合いができるようになるっていう、なんかつながってんのよね、その姿勢っていうのかな、なんか、そうそう、だから多分ね、宗教っていうか神様大事にしましょうってそういうことだと思うんだよね無駄に信心しててもしょうがないもんね、多分昔の人はそういうつもりで宗教心の大事さっていうのかな、目に見えないものを大事にするっていうことと宗教をね、大事にするの同じってことだから。で、私たちみたいなのは霊道とか神様の通り道とか見えちゃう人は、見えちゃう人なりの大事な仕方があって、見えない人は見えない人で、やっぱり見えたつもりになってそこに神様がいるかもしれないと思って失礼のないように、失礼のないように、うん、とか言って今ね、私ちょうど失礼してんだよね、お家のね。そうですか。そうそう、あのね、龍神様の木彫りの置いてあるところの、はい、そこはまあマシなんだけど、その前に私の荷物をごちゃやってることでやってるすみません、片付けますと言って何日ほっといたのかって感じですごいことになっててそうなの、神様大事にしなきゃ。そうそう、気がついた時にはちょっと埃取っとくとかねなるほど。なんかね、神様のとこがちょっと鳩の糞で汚れてたりとかして、それをあのね、お稲荷さんのこの、はい、なんていうの、石の置物あるじゃない、神社とかって一対になっていて、はい、片方のとこがものすごい鳩の糞だったの。で、一回それを掃除したのね、そこ別に管理されてないとこじゃなかったんだけど、はい、あまりにもひどくて、それでそれが敷地内の端っこの方で目に留まらないのかもしれないんだけど、気になってしょうがないから持ってたウェットティッシュで全部拭き取ったら、その後なんかすごいいいことがあって、すごい、わあ、そんなこんなことしたぐらいでお礼もらえちゃったとか思って得した気持ちになったことがあって、やっぱ
掃除 大切ですねそうだからいいことがあってほしくてやったわけじゃないんだけども、はい、なんかいいことあってよかったなみたいなのがあったから、うん